松山競輪の令和6年のと半島地震復興支援、開設74周年記念、今季杯総破戦、G3 は最終日の10日、第 12R で決勝が争われ、逃げた期待勇気の番手に追い上げて奪った故障優作。33イコール大阪、100期イコールが最終4コーナーで抜け出し部位。個性の記念優勝は1月の和歌山以来、通算10度目。2着は期待 三着は地元の松本隆治だった。ここぞの底力は、やはり昨年の MVP だ。今回は平、日本選手権、4月30日に向けての練習期間とあって、体は疲労のピーク。自力で戦えないなら、それなりの組み立てをしないと、と腹をくくっていた。前受けの期待が深谷を突っ張って先行体制に入ると、最終ホームで追い上げて和田誠を放り込む。 松本の反撃に合わせて踏み込み、力と技を駆使して部位をもぎ取った。躍進一い期待の先行力は脅威に移ったようで、とにかく強烈だった、と舌を巻く。だが、客観的に故障優作がどうやったら勝てるかを考えて戦った。上で結果を出せたのは、常に自分と向き合いながら強さを追い求めてきたからこそ。大目標のダービーに向けて、早く練習したい。しっかりやっていきたい。 決意を語った村山茂雄。